Second time for Japan, yeah. I feel ready to the fight for the work. This is best moments. Need to enjoy the life. Fighter is lucky. We can travel, we can show performance with the kickboxing. And this is best job for this moment for me now. And I'm proud to represent my country and represent my gym. So I heard from your opponent, Kaito. He wants to have a glory title. It's good to dream about that. But first, he has to fight with me. The fight day, the Christmas. A present. Yeah, I got 2 knockouts with me. ちょっとムカつきというか、ちょっと自分は舐められてるんやなっていう、1位をしっかり倒して、チャンピオンがもう出ざるを得ないようにしたできればな。そうですね、まあ、舐められた原因は俺でもあるし、まあ、今回の試合でやっぱ勝ちたいですよね、チーム一丸となって。では圧倒的な知名度を誇りますストーヤン・コプリプレンスキー、カイト。いよいよ世界へ打って出る時が来ました、カイト、はい、さあ、レイナさん、いよいよカイト、世界への挑戦始まりますね。そうですね、いよいよ始まりますね。はい、いけるからな、カイト。Sカップでも優勝しました。その実力はもう格闘技ファンはよく知っています。リラックスして大丈夫で、本当に見ててこっちが勉強になることばっかりなので、今回は何で倒すんだろうなっていうのがありますね。なるほど。おお、やり伸びてきた。そして膝も飛んできます。さあ、西岡さん、立ち上がりのカイトの動きご覧になってどうですか。いけるよカイト。ちょっとパワーに押されてる感じはあるんですけど、いや、イメージしてた通りは通りですけど、もうちょっと踏ん張って対応で、パンチ返したり蹴り打ち返したりっていうのをできると思ってたんで。さあ、フィジカルの強さで押してくるストーヤ。ああ、ハイキック、怖い。右のハイキック、宮城さん、このハイキック得意にしてるんですかね。そうですね、もうパンチもキックも伸びてきますよね。はい、やっぱリーチ思ってたより長かったし、パンチも硬いし威力あるし、パワーがすごかったにつきます。そうですよね。ああ、左ボディ。いやー、でもレイナさん、はい、このあたりやっぱり距離の取り方難しいですかね。そうですね、ちょっといつもより硬いかなっていう、ちょっとパワーに警戒してるのかなっていうのはありますね。はい、おい、ラスト30秒。ボディ効いたんじゃね。お、効いて効いてる、効いたっぽい。おい、ナイスボディ。ナイスカーフ。大きいパンチの中にショートの綺麗なパンチも打ってくるんで、すごいやりにくいと思います。ああ、なるほど。ここでゴング、第1ラウンドが終了。早い、慣れてきたと思います。めっちゃボディ多分相手めっちゃ嫌がってるっすね、カーフとかも。Actually, I didn't have some game plan. I just wanted to feel how it's gonna be on the fight. That's why in the second and third round I start to pushing and keeping up more the tempo of the fight. So because I saw he likes to wait and counter attack, he don't like so much when the tempo is high. Second down. Second down. Round two. Wait. いけるからな、カイト。もうやりながら、あ、もうこれで踏ん張られへんねとか、これで返されへんねっていうのを 1,2,3 ラウンドでいろいろ踏ん張り方とか返し方とか変えていったんですけど、あんまり無理に大きいのね、相手に。セコンダー、セコンダー。ストーヤンを破れば
海斗、ヨーロッパでの評価は一気に上がることになります。海斗今膝まで混ぜてみ、膝まで混ぜたら倒れるわ。狙いすぎるな、狙いすぎるな。一発で倒れんからな、海斗コツコツいって。ナイスイーサー、はい、ナイス効いたぞ海斗。でも須田選手固まってきたんで、はい、海斗選手チャンスですよ。さあ、ナイス効いた効いた。さあ、いいぞ海斗、そのままペース握っていく。ナイス、そのままガンガン行ってみ海斗。ナイス。Okay, to start to calf kicks, maybe it's end of the second round and more in the third round. I still didn't feel some pain, but usually those are good kicks. Oh, Kaito! Again, he's out. Back row, Kaito. Kaito, come on, come on, Kaito. Nice. In, in. Oh, so.フィジカルの強さ、残り時間が少ない。カイト、まだ距離が届かない。踏み込みたい、踏み込みたい、時間がない。いける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 、行きたい、カイト行きたい。ロー、ロー、これは有効だ。どうだ、時間がないぞ、ここでゴング、試合終了。これよりジャッジの集計を行います。フルラウンド戦い抜きました。いやー、レイナさんいかがでした、最後のラウンドは。わからないもうどっちかわからないですね。いやでも高い壁ですね、やっぱグローリーって。はい、いや痛感します。間違いないですね。やっぱりカーフキック蹴られたら左ミドルをすぐ蹴るんで、はい、もうカーフも蹴りにくくなってると思うんですよ。あ、そういうことですか。はい、うまいですね、やっぱり。30対29、赤カイト。まずはカイト、ジャッジ1 30 29、カイト。ジャッジ和田、30対29、青コプリブレンスキー。割れました。ジャッジ2 30 29、コプリブレンスキー。ジャッジ永瀬、30対29、赤カイト。カイト勝ちました。競り勝ちました。以上2対1の判定をもちまして勝者カイト。 If I gotta be honest, I think I won the fight. I did more damage on his face and body, so I think the fight was for me. But still I enjoy the fight. I enjoy the time here in Japan. Kobri Vlensky, I don't think he lost the fight. If you count all the punches.And kicks, he went. So, but these things happen. We should have knocked him out, and we didn't. So we lose. That's the problem. Simple. Yeah. I don't know how it's happening. Just Mike, tell me how to do. Yes, it's me. Do you want to come back to Japan? Yeah, I want to come back for sure. Yeah. I want a rematch with Kaito. Yeah. Yes. Or whatever. Mm-hmm.So, I like Japan. I think if he's in glory, he'll be in top 10 for sure in 70 kilograms. But in top 5, it will be hard for him because the tempo is different there, and I think he cannot handle there. Probably the judges will not be Japanese. So, yeah. But he's a good fighter. He's a good fighter. パワーがやばくなかったですか。やばかったですね。His opponent was so big. すごいですね、やっぱりさすがです。勝ち切ってくれるの。終わってすぐ練習してます。すげえな。見習わなきゃいけない姿ですね。もう反省会ですか。はい、もうあの延長で試そうと思ってて、延長あると思ってたんでやろうと思ってたことを今、切々でして
あ、ご本人は延長だと思った。もう延長。いや、僕も延長と思ってます。あの、やりた、むしろやりたかったんで、次今思ってることを試したかったんで、なかなか大きくてパワーのある選手と練習もできない、この試合でしかできないんで、楽しさというより勉強してた感じですね。3ラウンドでもう無理な、もう無理やと思ったんで、このまま延長行ってもなおさら無理に、やっぱ体力的にもですけど、無理になっちゃうんで。そうですね、ちょっと戦い方変えます、ガラッと変えます。いなしてうまいことを戦うっていうんですかね。延長で試したかったことを今から練習します。やりました、よかったですか。うん、でも本人もパンチめちゃめちゃ痛かったとは言ってたんで、想定内っていうよりかもちゃんと強かったですね。グローリーの1に勝ったんで、次は、グローリーのチャンピオンに挑戦させてください。選手退場。 I think for sure we are open to it. Yeah, sure.カイトはちょっとあかん、強すぎるみたいな言わせないとムカつきますね。この結果やと文句言えないので、文句言いたいし、チャンピオン連れてこいやって、自分が文句言えるようにしないとダメだと思うんです。はい、やっぱもう昴生さんが試合見れへんくなるって辛くて、まあ泣きに行きましたね。試合前にどうしてもちょっと会いに行かなあかんなと思って、なんか泣かんとこうと思ったんですけど、試合前にめちゃめちゃ泣いてもらいましたね。はい、まあ、逆にそれで絶対に勝ったろうと思いましたね。はい、元グローリーフェザー級チャンピオン、セルゲイ・アダムチャック、ケント・原口。世界の壁の高さを知る男、原口健人。リングサイドではタケルがこの戦いを見守ります。さあ試合がスタートです。メインイベントが始まりました。いやー、レイナさん、いよいよ始まりましたね。そうですね。いや、どういう展開になるんですかね。対照戦ですね。そうですね、原口選手のもうどこから何が出てくるかわからない戦い方、はい、結構好きなんで、はい、はい、いつも楽しみです。原口選手も結構今日アグレッシブに前に出ますね、はい、いつもこう簡単狙ってこう合わせてるんですけど、今日自分から前に出る展開多いですね。2勝3敗、日本は黒星が先行。最後は大将の原口に託されました。危な、見ていました。いやー、山さん、はい、ちょっと肝を冷やしましたね。いや、危なかったですね、今の、うん、やっぱ世界のトップ選手のレベルですね。セルゲーは膝合わせようとしたんですか。最後、そうですね。ロークアウト、イスキー、バジリートコテイユアフトレッド。サウスポー対策はしっかりしてきたという原口。あー、近い切り、左フックが入りました。原口、ここでゴング、第1ラウンドが終了。いや、なんか、まあ、KO 負けがないって聞いてて、まあそうやろなって感じの選手やったですね。急所だけもらわんとこみたいな感じだったんで、めちゃくちゃやりにくかったですね。右のミドルを出しました原口です。ちょっとあの宮城さん、今三日月気味に出しましたかね。はい、そうですね。この三日月すごいですよね、はい、本当に自分の指折れますからね。あ、はい、すごい威力があります。ベースは空手です、原口。そうですね、もう空手の感じでちょっといこうかなって感じですね。細かいパンチ打って、まあ、前蹴りとか、まあ、突き上げていこうという作戦だったんで、まあ、それがまんまとハマったんですけど、やっぱでもハマりきらなかった部分もありますね。やっぱり亀になられるとどうしようもないんで、まあでもやりたいことはできたんで。あ、いけいけいけ、パンチまとめろ、パンチまとめろ。You need to start fight with him. Come on. Almost. いませんか。危ない。いや、一瞬何が来るかわからないレイナさん、そういう怖さもありますからね。そうですね。やっぱり一発あるので。はい。ただちょっとお腹気にしなしました。そうですね、気にしました。明らかに三日月蹴りの効果です。ここでゴング、第2ラウンドが終了。
まあ、セルゲン選手がすごい反応がいいんで逆に、はい、反応がいい分そうすると原口選手のこうフェイントがすごい引っかかりやすいんですよね。そうすると原口選手の良さが出てるなっていうふうな思いますここは。やっぱ一応ねグローリー王者っていう肩書があるんでいい経験になりましたね。攻撃型のペットパンヌムーンであったりとか、まあ、防御型のアダムチャークであったりとかいろいろ経験してるんで、まあ、逆にもっともっと怖いものはなくなっていくなって感じですね。試合でこれができるって本当すごいですよ。あ、まあ、気持ちに余裕もありますし、はい、まあ、多分実力的にもこう多分なんだろうやってて余裕があるっていうのが分かってると思うんですけど、はい、でもこれを見ると、はい、ペット選手ってどんだけ強かったんだと思いますよね。確かに、まあ、そうですよね。なかなかこの原口の距離にさせなかったバックスピン、ね、はい、ボディ、山さんもう原口は無理しなくてもいいですかね。どうでしょう。そうですね、無理しなくてはいいんですけど、でもあの対象として倒しに行ってほしいですよね、はい、その期待はありますよね。残り時間がもう少なくなってまいりました。ほとんどありません。ファイナルラウンド左からハイキック原口、ここでゴング、最後は右ストレートを当てました。以上3対0の判定をもちまして勝者原口健人、ウィル健人原口が勝って、これでグローリーとの対抗戦は3勝3敗としました。 I'm feel a little bit sad today. I'm lost. Congrats for Haraguchi. What I feel, I will be slowly than Haraguchi. I want to catch him one only punches, but sometime it doesn't work. Don't much thinking, just do what I can do the best. A new year, become better and better and better.うん、距離感を全部支配してたのですごいなっていう風にいろんな技も見れたので、そういうのをリング上で試合でできるっていうのが本当すごいなって、あの昔泣き虫だった原口選手はどこに行ったんだろうっていう、はい、本当に面影がないですね。 But if there's one fighter that impressed me a lot was Haraguchi. He fought a very experienced Adam Chuk, who fought all around the world, and to see how he was able to neutralize him, it was very impressive. Soめちゃくちゃ嬉しいですね、素直に。まあ、結構勝ってる試合って派手な KO が多くて今年は、まあ、だからなんかめちゃめちゃおもんない試合したかなって思っちゃったんですけど、まあ、映像を見れば、まあ、結構面白かったんで、まあ、それが評価されてめちゃめちゃ素直に嬉しいですね。はい、あ、強い、負けたと思ったし。いや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 、おめでとう。完勝や。そう、倒せんかったからそのショックなだけで、まあ、KO したされたことないって聞いたから、まあ、当ててるのはまあ俺だったけど、やっぱ当てにくいね。しっかり指ってどっか行くし、うん、もうロープ際まで逃げたりするから、もうなんかもう後ろ回しとかも回るだけでどっか行ったじゃないですか。あんなもう蹴られへん。圧倒してたと思いますか。そんなんよかった。すごいな。いやいやいや、すごいわ。いやいや、その怪我ない。大丈夫。すごいな、まあ、くるくる回っとった。見てるこっちが目回ったわ。こういうさんが花束を渡してくれたら緊張したんですよ、急に。いや俺はもう絶対いけるなと思ったんですよ。すげえリラックスしてるなと思って。あれ、なんで声かけたんですか。いや、スーパースターやから大丈夫、楽勝やよ。それでまたギュッ。それ確かに、確かに、ね、それすっごい緊張するわ。わざわざクリスマス女の子断ってきたんやから。そうなんですよ。将来安泰や、格闘技界がね。はははははは、本当教えて、これからも。ガチで俺試合前もさ、あ、兄って泣いてる。俺も煽りで試合前泣いて、終わって泣いたの初めてかもしれない。まあそれはね、いつも連絡取れるし、それは遊びに行けるけど、ちゃうっすよね。合宿でもずっと一緒で、ザマッチのアップでも一緒で、それはただの先輩とかじゃないから。監修だったら今日思いますか。グローリー本体に乗り込もうという気持ちはありますか。そうですね、それはもうずっとありますね。その際はグローリーのベルトっていうのを狙いますか。いや、まあね、ベルトって言ってもね、ペット選手なんでまだちょっと届かへんところはあると思うんで、まあ、しっかりとグローリー本体に乗り込んで経験積んで強くなった姿でペット選手と向き合いたいなと思ってます。
熱狂と感動は4年に一度じゃ物足りない。激闘に沸き立て日本列島、格闘技に新たな日が昇る。サイゲームスプレゼンツライズエルダラド2023、3月26日東京有明アリーナ。